で、4年ぶりにこの祭りに参加させていただくことになりました。この衣装と曲も初めてお披露目することになります。鹿児島の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。椿咲夜百花、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ここで再度